皆さんこんにちは、ワンダルギルフィッシュです。では今回は、アーツオバイアン4、ガンダム一年戦争モッド、ジオン軍プレイの続きを行っていきたいと思います。前回ですね、点々と移動していく連邦軍の本部、これをね、順々に潰してきて、東京に移ったところ、これを叩いています。で、さらに、連邦軍の本部、移動してまして、今ですね、この、スラボニアというところにあります。イギリスですね。現イギリス。ここをね、今回は攻めていこうというふうに思っています。なので、早速軍を動かしていきましょう。並行して、日本の占領もね、進めていきたいので、まずは日本、そしてこのイギリスと、2つの拠点を叩いていきたいと思います。で、はい。進めていたアプサラスですけども、これの起動試験のイベントが出ています。ジオの名家で、あれ、サハリン家の御曹司、ギニアス・サハリン少将からの報告によれば、実験段階にあった大型飛行モビルアーマー、アプサラスの実用化のめどが立ったとのことであるということですね。研究枠の方を見ておくとですね、実はアプサラスは、3までもう開発済みです。なので、アプサラス自体の生産開始できるんですけども、今ですね、全く足りてない状態です。すべての兵器が。特に顕著なのがザク。ザクはですね、各師団に全部配備する。そういう方針のもと、師団の編成を行ったので、ザクが圧倒的に足りないですね。なので、ちょっとね、このザクを今優先している関係で、どうしても、その他に回すものがないという状態です。なので、アプサラスはね、もうちょっと先に生産を進めていこうかなというふうに思っています。で、そのアプサラスなんですけども、連邦軍に捕捉されるということですね。アプサラスが露見したということだと思うんですけども、実際にアプサラス、先ほどもご説明した通り、生産していませんので、これは、08モビルス招待のイベントにね、沿った内容かなというふうに思います。で、軍の方なんですけども、いよいよイギリスの方に強襲上陸かけていきましょう。で、それに使うのがやっぱりね、海兵隊ですね、強襲上陸といえば。シーマのところにいるゲルググ、これをね、先遣部隊として、イギリスの方に強襲上陸かけていこうと思います。はい。フラナガン機関設立して研究枠、ニュータイプ研究所、これ自動で、完了になりました。これでニュータイプ関係ので、研究もできそうです。今更感はありますけどね、やっぱり研究内容を見ておくと、ニュータイプ関連の研究っていうのが充実してるんで面白そうなんですよね。じゃあまずはニュータイプの基礎研究を行って研究速度プラス 10% のボーナス、取っておきましょう。で、ちなみになんですけども、モビルスーツもですね、有名どころで言えばジオングあると思うんですけども、これの研究のためには、サイコミューシステム試験用ザク、これをね、研究として解いておく必要があって、その前提としてサイココミュニケーターとビショップ計画、この2つがね、研究済みである必要があるので、ジオングの開発まではまだ少し、時間がかかりそうかなと思いますので、着々とね、裏で進めておきたいと思います。で、アプサラスのイベントの続きですね。初期の飛行試験を終え、本格的な評価テスト段階に入ったアプサラス2が、試験中に連邦軍の待ち伏せに機体とパイロットともに行方不明。これはアイナのことを言ってるのかな。報告によれば待ち伏せしていたのは先にアプラサスが遭遇した部隊と思われるということですね。こういうイベントもね、しっかり抑えてくれてるっていうのは、ガンダムシリーズ見ている方は、たまらなく面白いじゃないかなとは思いますよね。今ですね、実はヨーロッパの方に連邦軍の反攻作戦始まってまして、いくつか強襲上陸を受けています。余剰の戦力がないので、なんとかね、やりくりしているんですけども、イギリスへの強襲上陸がね、まだ進んでいないという状態なので、なんとかね、強襲上陸できるように進めていきたいと思っています。
で、アプサラスのイベントの、続きです。まあ、再開ということですね。で今ですね、シャアの部隊にドムのみで、編成を変更しました。で、これで強襲上陸をかけていこうと思ってるんですけども、ノーバ海峡がですね、連邦軍の、まあ、勢力が頑張っているようで、なかなか制海権が取れていなくてですね、今、強襲上陸の準備、完了してるんですが、渡海できていないというところですね。なので、今ここに集中的に海軍、まあ、ズゴックとかね、ザクマリンタイプとか、もうそういったものを集中的に配備するように進めています。強襲上陸できる状態になったらですね、速やかに、シャアのドム、3師団で、一気にこれをね、叩いていきたいというふうに思っています。ちなみにですね、ガイア、オルテガ・マッシュの黒い3連星の部隊もドムだけに編成を変えています。今まではね、ドムとザクいたんですけども、すべてドムということで、かなり早くなってますね。で、シャアのいるドムなんですけども、最高速度が114キロ。これは相当速い。むちゃくちゃ速いですね。これでね、まあ、イギリスに上陸して、蹂躙していきたいな、というところです。はい。シャアの部隊がね、春の方に強襲上陸ようやくできました。ドーバー海峡で、守りが硬すぎてどうにもならなかったので、強襲上陸地点を変えて、上陸果たしています。連邦軍の方がね、ワルシャワ、まあ、ドイツとかポーランド付近に強襲上陸かけてきているので、この辺りはね、逆に手薄になっているんじゃないかなという期待を持っています。では、このまま、シャアを使ってね、うまく攻略の方を進めていければいいかなというふうに思っています。では、イギリスですね、攻略しまして、続いてスペインのバルセロナに移ってますので、スペインのバルセロナの方にね、部隊を向けていきたいと思います。連邦軍も本当にね、粘るんですよね。なかなか降伏してきそうな気配がないので、このまま頑張っていきましょう。はい。ではですね、強化人間の研究が可能になってますので、強化人間研究していきましょう。で、すでにですね、サイコミュニケーター、まあ、いわゆるサイコンビューですね。こちらの研究も始めてますので、ビームマシンガンの研究が終わったらですね、最後ミュー関係の研究すべてということで、最後、イグザムシステム、ニュータイプ、殲滅システムを、この後、研究入れていこうと思います。で今ですね、アプサラスのイベントをご覧いただいたと思うんですけども、それによって、ノリス、あと、アイナが新しくね、士官に加わってくれてます。ちょっと能力だけ、見ておきましょうか。まず、ノリスの方なんですけども、モビルスーツ、モビルアーマーで攻撃力、防御力に 10% のボーナスがついてますね。シャアとかね、3連星に比べるとやっぱり少し見劣りはするかなと思うんですけど、まあそれでも十分強いですね。で、アイナーの方も同じですね。まあこんなような特性ついてます。で、今ですね、研究枠の方なんですけども、サイコミュニケーター、そして強化人間、イグザムシステムと、3つ研究進めています。では、今回はね、このあたりにさせていただいてですね、次回、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。